第二のキャリアとかセカンドキャリアっていう言葉が諸外国ではありません。なぜならキャリアっていう言葉自体がそもそも生涯とか人生そのものですから、そうするとファーストとかセカンドはないわけで、仕事というふうにすればスポーツ選手をするということでお金をいただいていた人が、それ以外の仕事でお金をいただく手段としてセカンドキャリアという作り方をするという、この括りで日本では発展してきたわけですが、本当はキャリアってそういう言葉の意味ではないので、これが日本の課題でもあるし実績でもあるということになると思います。もちろん人によるということが前提ですが、あなたは誰ですかっていうことをしっかり考えることです。競技を引退するまでの選手としての人生では、選手として最適な生活の仕方、自分の作り方を一生懸命やってきたわけで、でも引退した後っていうのは選手以外の私って誰だっけって、例えば小さい頃は花屋さんになりたかったかもしれないし、そういうことを一度自分を作るというよりは思い出すみたいなアクションを特に引退直後からし続けるということは大事だと言われています。キャリアトランジションはどういうことかというと、トランジションという言葉は節目という意味です。人生の節目ですから、例えばアスリートであれば一番大きな人生の節目が競技引退というふうに言います。で、その競技引退という大きな人生の節目で自分のことをしっかり振り返り、それをどうやって社会に役立てるかっていうことを考える、躍動の仕方を変えなければいけないかもしれないんです。体で表現してたスポーツの人生から、体で表現する必要のない人生になる場合も多いわけで、究極は自分のための躍動って何だろうって、そのことをしっかり考えること、ゆっくり考えること。でもそこで大事なのが、自分だけで考えてしまうと自分の成功経験だけで考える可能性もあるので、そんな時にこそ第三者と一緒に自分を整理するという時間が当然重要で、そのことをキャリアトランジション支援と呼んだりします。スポーツ選手が多様な活躍ができるといいなとは思っています。スポーツで得た様々な価値がスポーツの中だけで終わらずに、実は宇宙分野でも発展できるんですよとか、デジタルデータの分野でもできるんですよとか、スポーツ選手アスリートがスポーツ以外で活躍することが実はスポーツにももちろん大きな貢献になるとは思っています。